メタクエスト 3S の使い方。箱を開けると中にはメタクエスト 3S ヘッドセット、メタクエストタッチプラスコントローラー、メガネスペーサー、充電ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、安全および保証ガイドが入っています。メタクエスト 3S ヘッドセットには次のようなボタンや入力端子がついています。ヘッドセットの底面右側にあるアクションボタンは押すだけで視界を切り替え、現実空間を見るかバーチャル環境を見るかを選べます。ヘッドセットの充電には付属の充電ケーブルと電源アダプターをお使いください。どちらもメガネスペーサーについている紙ケースの中に入っています。別の電源アダプターの場合は充電が遅くならないよう定格電力が 18W 以上のものをお使いください。コントローラーにはあらかじめ電池がセットされています。各コントローラーから絶縁シートを優しく引き抜いて電気が流れる状態にしましょう。コントローラーが落ちないように調節可能ストラップで両手首に取り付けます。タッチプラスコントローラーのボタンには様々な機能があります。サムスティックはバーチャル環境の中を移動するのに使います。前面トリガーは環境内のオブジェクトを選択するのに使います。コントローラー脇のグリップボタンではオブジェクトを掴んだりバーチャルの手で拳を握ったりすることができます。右コントローラーのメタクエストボタンを押すとユニバーサルメニューが表示されます。ユニバーサルという名前の通りいつでもどこでも開けるメニューです。アプリの一覧を見たり設定を変更したりするのに使います。このボタンを長押しするとヘッドセットビューの照明位置をリセットできます。ヘッドセットをオンにし、コントローラーのいずれかのボタンを押すと操作できるようになります。